Welcome to Gleema Spanky Radio. Glooming Nation. Gleema Spanky Radio. Glooming Nation.FM 長野マジックアワーをお聞きの皆さん、新田さんこんばんは。水曜日のこの時間はグリムスパンキーレディオグローミングネーション、グリムスパンキーギターの亀本博樹とギターボーカルの松尾レミがお届けしていきます。ここは長野の黄昏時に現れる私たちの架空の国グローミングネーション。今日もここだけでしか聞けない話たっぷりお届けしていきます。はーい、今月のねトークテーマ旅っていうことで、もう学生の皆さんとかもう春休みですかね。まあなんかこう大学生とかさ、よくさなんか4年生とかになるとさ時間あるからさ卒業旅行とかさ、行くと思うんだけど、まあ僕は卒業しないから行ってないですけども、特定の旅と言いつつもね、今ねなかなか旅とかがねするのもね大変なご時世ですけども、まあなのでね、なんかその代わりといったらなんですけども、あの旅の話をいっぱいしていこうということで、はい、どうですか松田さん、旅好きでしょ。大好き、もうすぐにでも行きたいね本当は。旅好きだよね。なんかさ僕はさ、できることならずっと家にいたいんだよね。家にいる方が好き。てか家なんか旅に行っても2、3日で家に帰りたくなるの。そのそこがつまんないっていうのも、楽しいとか楽しくないっていうの。ツアーもそうでしょ、すぐ家に帰りたくなる、ライブ自体はいいんだけど寝るのは家がいいっていう人でしょ。なんかその全て自分が楽しめる環境、例えばその曲作りする設備とか、なんかテレビゲームとか、インターネットにつながってるゲームがある状況とか、そのサブスク、あのネットフリックスとかそういうのが全部整った環境じゃないと、なんか何かしたいと思った時にその自分が全てできる状態にないと、なんかストレスがたまるんだよね。出先だと何かが制約がある、あこれできない、ね、それでなんかもうちょっとああもう家に帰りたいって。そうね、海外とかだとねより、そうそうですね、インターネットとかさそういうの不便じゃんやっぱり。辛いよ、はい、私はね、1年に1回は絶対に海外旅行っていうか海外に旅をする。で言ってたよね。そこでバカンスじゃなくて、私の場合は、もう衣装を探しに行くのと歌詞を書くため、それが目的なの一番の、だから例えばじゃあニューヨークに行きましたと、ニューヨーク行った時もあのなんだっけあそこタイムズスクエアとか、あと自由の女神とか、はいはい、もう興味なさすぎて、なんでもう行かなかった、もうそういうのとかね、なんかだからそういうのよ、だから観光地は行かないけど、とにかく歩いて歩いて古着屋回ったりレコード屋さん行ったりみたいな旅をするのがとっても好きで、そうね、まあ本当だったら次どこ行きたいかな、なんかいろいろ行きたいんだよね国に。ライブでさ台湾とかさ、香港とかも行ったじゃん、さ飯マジで好きだからさ、結構ご飯は好きだったな、やっぱそのアジア飯は好きだね。そっかそっか、私結構ねスパイス好きなんだけど、そのものによってなんていうの、あんまりこう、食べ慣れない味のスパイスとかあるじゃん、それがちょっとねアジアはね抵抗があるところもあった。頑張って探してさ、カルディとかで探してきてさスパイス、わざわざその日本なんとかさ、上海とか香港で食べてるやつとか探してきて自分で火鍋作ったりした。すごいね、マジか、超いい、あーこれだーとか。ちなみに、ここに質問書いてあるんだけど、初一人旅はいつ&どこということで、一人旅って、まず一人旅なんかしない、でも人生で一回はない、ないよ、ない、一人で旅なんてどこ行くんだよ、一人で外泊とかしたことないかも、旅行しか、私はね、初一人旅はドイツだった、すごいね、でも、激しいデモに巻き込まれて、とても大変だった、閉じ込められて、もうだから、だから結構ね一人旅、あでもどうかな、パリで友達と別れて、そっからこう一人で帰ったとかはあったけど、そういうのなんか心細くなんない、めちゃめちゃ怖かったよ、だって英語ペラペラじゃないし、全然もう日本人だから、もうやばいよね、もう、なんかめちゃめちゃ心細くなるよね、そうだからなんかむしろみんなに話しかけた、もうそこら辺にいる旅の人だったり、飛行機の航空会社の人とかにもうめちゃめちゃ喋りかけまくって、私はこんな不安ですよ、私ちょっとみんな助けてみたいな、マジでなんか何にも全然わかんない言葉の通じない外国人です、アピールしていくスタイル、そうそうそう、アピールしていく、理解してもらう、そうそうそう、だったな、だからパリからは怖かったけど、そうね、ドイツに一人で行ったのは楽しかったかな、なんかもう Google マップがあれば何でもできるみたいな、っていう感じだったから、また行きたいな、しかもドイツに友達がいるからね、それも心強いしね、いいですね、はい、ということで、早く海外にも行きたいし国内の旅行もしたいなってことで、まあ、ここで一曲書けようと思うんですけど、さっきも言ったように私海外行くと絶対に曲作るんですよ、てかもうそのために行ってるから、でそこで
初めてパリに行った時に作った歌詞、できた歌詞をここで、流したいと思います。はい、では聴いてください。グリムスパンキーでエンドロール。恋に破れたピエロが降り出した街はパリの映画のようで、過去も未来も無視したい奴らにまみれて今夜は遊びたい。しているのはグリムスパンキーでエンドロールです。うん、あ、これはかっこいいね、この曲。最近ライブもやんでないね。ツアーではね、なんかもう前のロドムツアーさ、いっぱいやったからさ、その時にめちゃくちゃやったけどね。そうなんだよ、結構これ歌詞が気に入っててですね、うん、音楽で合わせた時に素敵な歌詞っていうのは歌詞じゃん。そうだね。でもこう文字だけで見た時にかっこいいっていう言葉を作るのもすごくこだわってるので、うん、ぜひ歌詞カードでも読んでもらえると嬉しいです。はい、はい、来週もね、もっとね、旅をテーマに話していこうかなと思います。うん、まあ、僕よりも松尾さんがいっぱい話してくれると思いますので、もう大好きだから、ね、お願いします。はい、はい、今週もメッセージたくさん届いておりますので、はい、読んでいきましょう。ラジオネームザキオさん。ザキオ。はい。亀さん、松尾さん、こんばんは。新木場ワンマンお疲れ様でした。僕は当日会場へはマイカーで向かいました。街中は感染リスクがあるので自宅から会場までの往復で済ませました。おー、これ大変だ ね。まあでもね、そういうのが一番ね、安全かもしれないですね。東京は燃えてるの時点でテンションは最高潮に達しました。楽しい思い出の1ページがまた増えました。素敵なステージありがとうございます。次は青空の下でフェスがいいです、ということで、はい、ありがとうございます。フェスやりたいですね。いや、やりたいよ、めっちゃ。どうなんですかね、今年もね、フジロックとかね、やっぱやりたいですよね。ほんとね。でもこれさ、多分長野から来てくださったんかな、ザキオさんはな、うんうん、感染リスクを避けるためにちゃんとさ、うん、気をつけてきてくれてさ、うん、もうそれだけでもありがたいよな、本当に。いや、本当にすごくいいライブになったので、うん、早くまたどんどんね、ライブやれるようになったらいいなと思っております。はい、ありがとうございます。続いてラジオネーム呉服屋長男さん。この前メッセージいただいた方ですね、うん、先日はメッセージ読んでいただいてありがとうございました。20日のライブ、 Facebook のグリムスパンキー友達さんはカナダで視聴したと教えてくれました。あ、すごい。1万キロも離れた場所で同時に音を聞いて感動できるなんてすごいことです。逆にコロナでなければなかったかもしれない貴重な体験でした、うんうん、ということでありがとうございます。いや、いいですね。うん、本当カナダ、いや、すごいよね。なんかそのやっぱり、まあ、インターネット経由してればね、もうほぼゼロ距離ですからね、うん、どこに行っても、ね、そうですね。なんかそれはすごくいい部分であるし、うん、いろんな場所で見える聞けるというのはね、すごいありがたいですし、本当本当、もうめっちゃ嬉しいな。海外でさ、こうやって聞いてくれてるっていうのもね、逆にこうコロナじゃなかったら配信ってなかなかしなかっただろうしね。かかるし、そうね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。続いてラジオネームまゆみんさん。エミさん、カメさん、こんにちは。先日のワンマンライブ配信で拝見しました。はい、本当に楽しい時間で、音楽やライブは良さを改めて強く感じました。今回は配信での参加でしたが、いつか絶対に生でグリムスパンキーのライブを見たいという気持ちがより高まったので、その日まで頑張ろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。結構皆さんやっぱ配信でも聞いてくれた方もいるし、また、うん、当日ね、その現場で見てくださった方もいてさ、うん、やっぱりみんなすごい良かったって言ってくれる方が非常に多くて、やっぱなかなかこういうご時世大変だったけど、うん、食べてよかったよね。本当によかったよ。しかもさ、やっぱこうやってライブができない時間が、ブランクがめちゃめちゃあったわけじゃん、うん、いや、そんな中でもこう楽しみにして頑張ってくれてたファンの方々をこう、ね、うん、目の前にしたりとか、ネットでコメント読んだりするとさ、こう胸が熱くなるよね、本当に。まあ、あとやっぱさ、なかなか最近ずっとライブがなかったしからさ、うんうん、ライブの内容をさ、ちゃんとよくするのもさ、うん、
結構大変だったというか。いや、めちゃめちゃ難しい。普段とかもうしょっちゅう毎週のようにライブするのが普通だった中で、ほとんどライブがないっていう1年を過ごしてくれるしね。だから相当緊張もあったよね。いや、めちゃめちゃ緊張したよ。だってさ、メッセージでさ、まあ、東京は燃えてるから、もうテンションが上がりって言ってたけど、やってる側は結構最初の緊張感すごかったよね。そうだ、東京は燃えてるから私ミスったからね。みんな結構さ、まあ、サポートメンバーも含めてさ、みんなやっぱ緊張感あったよ。でもね、それやっぱりブランクがあったからね、なかなかこう難しかったけど、でもこうやって皆さんと一緒に音楽を楽しめる時間、もっと作っていけたらいいなと思ってます。ちょうど今日ね、今レコーディングスタジオにいまして、先日レコーディングして今日こうやってミックス作業して新曲もできたし、はい、新曲もね、この曲は多分長野県の皆さんにいっぱい聴いてもらえる曲だから、ね、はい、だし、なんか今回のさ、その最新アルバム、キングオンファイアとかではやっぱいろんなバリエーションのサウンドに挑戦したんだけど、まあ、アルバムっていうのは毎回そうやっていくべきだと思っていて、だけど今回の楽曲に関してはなんかそのアルバムの制作も一段落して、もう一回なんか自分の中で、シンプルなグリムスパンキーらしいサウンドというか、土台というか、になっていくようなサウンドを作る、もう一回ちょっと一回やっておきたいなっていうのがあって、そういうサウンドに取り組んだ楽曲になってますので、超楽しみにしましょう。はい、思っておりますか。思っておりますよ。はい、いいと思いますよ。はい、ということで、来週も皆さんからのメッセージお待ちしてます。はい、FM 長野、マジックアワーのホームページから、送れますのでぜひお願いします。そしてですね、3月27日に特別番組やります。グリムスパンキーレディオスプリングスペシャルシンギンナウということで、メッセージこちらにもお待ちしております。はい、はい、締め切りはなんと明日なんで、明日までお願いします。はい、よろしくお願いします。この春の皆さんそれぞれの新しい一歩を教えてください。例えば、じゃあ中学生になりますとかでもいいし、こんな趣味を始めましたでもいいし、引っ越ししましたでも何でもいいんだけど、新しい一歩ね、これからやる人も今やってる人も何でもいいんで教えてください。はい、で参加してくれた方には、私が今回デザインしましたこの番組特製のステッカーをプレゼントします。詳しくは FM 長野のホームページから特別番組のサイトをチェックしてください。はい、お相手はグリムスパンキーギターの上本弘樹とギターボーカルの松尾レミでした。ではまた水曜日の黄昏時にお会いしましょう。じゃあ最後に、一曲、松尾さん曲紹介お願いします。はい、さっきのねメッセージで東京は燃えてるで高まったみたいな話をしてくれたんで、その曲をかけようと思います。はい、グリムスパンキーで東京は燃えてる。東京は燃えてる僕の心映し出すように絶望や希望が渦巻いてる人口砂漠で、Gloaming Nation.